はい、たけし農場です。田んぼへ来てます。でね、朝、ビデオ撮ったんですが、日光の山なんですけどね、ガスがかかってました。で、今来ましたらね、ガスが晴れて、綺麗なね、青空になりましたんで、またね、リベンジ。はい、これが南大山ですね。栃木県で一番高い山です。はい、これからぐるっと北へ行って、那須の方はちょっとガスかかってますね。この奥がね、那須の山と、もうちょっと奥へ行くと、福島県ですね、福島県の山というのが見えるはずなんですけど、ちょっとガスがかかってて今見えないです。はい、じゃあちょっと戻しますね。あまり大きくするとね、手が触れるとぐるぐる景色変わっちゃうんでね、目が回っちゃうんで。はい、こんな感じですね。はい、で今朝ね、霜で真っ白でしたヘアリーベッジです。まあ去年同様ね、結構育ってますよね。30センチ40センチぐらいの草丈になります。まあ去年からねヘアリーベッジにしたんですが、レンゲソウよりもね、木の勢い樹勢が強いんでね、これからはいいのかなと。こちらの方がね、有機栽培自然栽培で米をやる場合はね、こちらヘアリーベッジの方がいいのかななんて思っております。30センチぐらいありますね。ただね、去年これ草刈り機でナイフモアで買ったんですが、どうしてもね、ナイフモアの隙間があって、隙間からその土ぼこりがすごいんだよね。まあ嫁にナイフモア乗らせようかなと思ったんだけど、これ絶対に文句言われるよねと思って、去年はね嫁に乗らせなかったんですが、まあ今年はねちょっと完全防備でお前やちょっとやってみろよってことでね、嫁にナイフモアを操作する作業ですね、ナイフモアで草刈りをする作業をやらせようかななんて、はい、思っております。はい、これがねヘアリーベッジですね。去年巻いたヘアリーベッジの様子です。はい、そういうことでね、今年もね、豊作で大きな災害がね、ないように、ちょっとね願ってますけどね。今鴨茂神社の方に行って、お祈りしてきたんです。初詣して来たんですけどね、まあ今年も豊作であればいいなと思っております。はい、じゃあね、1月1日、2023年1月1日、田んぼの様子でした。お付き合いありがとうございました。はい、田んぼね、移動してきました。ここはね、去年、藁をね、回収した田んぼになります。で、ここはね、土手に、アブラナがね、菜の花が自生してます。で、これは、隣のね、森いちご園さんが畑に巻いた、菜の花がね、こちらに飛んできて、うちの方に自生したと。で、うちもね、あえてこれ抜いたり除草剤で枯らしたりしないで、まあね、せっかくあるんだからこれ食べようっていうことでね、そのままにしておきましたら、毎年ねちょっとずつ増えてます。で、別に邪魔にはなんないんでね、まあこのままにしてます。はい、こんな感じでね、結構、今年も増えましたね。だいぶね、だいぶ増えました。はい、こんな感じでね、今ちょっとね葉っぱ枯れてる部分もあるんですが、これもね、3月の上旬になって暖かくなってくれば結構ねまた大きくなってきます。はい、でここはね南向きの斜面なんで、このように仏の座ですね。大きくするか、大きくすれば分かるか。はい、これが仏の座の紫色の花ですね。はい、これが仏の座です。あと大犬の風にもあったような気がするんだよな。もうちょっと先行ってみましょうか。よっこいしょ。もうちょっと先行くと大犬の風にも、よいしょ、去年あったんだよな。あった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 。
今日はね暖かいんでね、花びら、あ、花びら、あ、まだ花びらが 広がってないですね。午後にでも来ればね、これ花が咲くんですけどね。よいしょ、うん、こっちだよ、逆だ、はい、大犬のふぐり、よっこいしょ、あ、ありましたね、はい、こんな感じでね、はい、フォーカス合うのかな、もうちょっと離れた方がいいのかな、はい、こんな感じでね、大犬のふぐりも咲いてます。よっこいしょ、戻そう、あ、逆だ、よっこいしょ、はい、こんなことでね、はい、土手にも緑がたくさんあります。で今年ね、一発目の仕事はここの土手の草ですね、上半分が草生えてますんで、これを焼く作業なんかもね、ぼちぼちとやっていきたいと思います。はい、ここが藁の跡ですね。藁の跡もね、普通に種まいたんですが、ヘアリベッジまいたんですがね、やっぱりここはあまりよく生えませんでしたね。ただ春先までこのままにしときます。でナイフモアで、きれいにね、草を刈りまして、その後ロータリー、中古ロータリーで、軽く耕すと、でその後ドライバーハローで白かきをするという作業になると思います。はい、そういうことでね、田んぼの様子と日光の南大山がね、綺麗だったんで、綺麗でしたので、動画にしてみました。はい、これで本当に最後になります。お付き合いありがとうございました。